台風21号、今例はフィリピンの東にありまして21時には非常に強い勢力に変わりましたこちらの台風、明日には沖縄の南に達しまして天気の方大きく荒れる恐れというのが特に先島方面では出てきそうですその台風の様子、天気図の方で確認をしてみますと今日の段階では台風の中心フィリピンの東の海上です 衛星画像の方に切り替えてみますと台風の目もありましてしっかりと丸を描いているということになっておりますこの台風の今後の状況ですけども明日には沖縄の南そしてその後台湾方面へ進んでくるということになりまして特に明日明後日、南西諸島先島方面を中心に強い雨 風、また波の高まりなど影響がしっかり現れそうです。えそしてその後なんですけれども台風については東シナ海で温帯低気圧に変わる予想になっております。えただこの時秋雨前線の方がさらにこう活発になってくる予想。え気圧配置の方を確認をしてみますと、えこのえ土曜日の段階では。 台風から変わった温帯低気圧と秋雨前線が一つになって西日本にやってくるということになりそうですこのため金曜日の段階で九州方面からしっかり雨そして土曜日にかけては東北から九州の広い範囲で雨 え、特に西日本については、雨のまとまるというところがありそう。え、現段階のえ、総降水量のえ、予想の方を見ていただきますと、え、中国地方や九州方面など、雨のまとまる恐れがあります。まあ、ただ、こちらにつきましては、まだ少し先の範囲、え、週間予報の範囲ということになりますので、最新のえ台風情報、また、え、週間の天気予報などもこまめに確認するようにお願いいたします。 最新の気象情報につきましてはウェザーニュースアプリで見ていただけます。